始まりました。今日もね、はい、この時間が、はい、はい、ルナルナイケてるルナさんがいないルナさんがいなくなったっていうね、はい、まあ、前から先月もやったんですけど、まあ、今月からね、3部の流星くんが1部に復帰ってことで、はい、はい、なんか自己紹介的な、なんか自己アピール的な、そうですね、まあ、1部戻ったんで、皆さんよろしくお願いします。はい、はい、3部なんでね、はい、あともう一人の、はい、そのね、うちの代表、代表、ね、代表じゃないんですけど、カリスマ、はい、カリスマイケメン、はい、加藤隆さんです。まさかこんなとこで会えるとは。あるとはね。テクニックなんとか。テクニックはね。小指で塩吹かされる。もうね、そんなのね、もう小指でビシャビシャらしい。そうですね。ちょっとしょっちゅうですね。そうですね、うん、まあ、うちらは、はい、まあ、いつもの感じでなつきです。あおいです。イエーイ。やった、あおいさんがいる。いやー、れいさんかな。そうですね。やばいでしょ。やばいな。こっちとこっち一緒、うん、一緒っすね。あの、来るあれも一緒なの。そうですね、タイミングも多分お口にやって、こうっちゃいますからね。いやー、これ絶対レイさんだわ。いや今日はね、あえてコンビニで何もね買わなかった、買わなかったっていう、ちょっとね、はい、行きますか。行きますか、そろそろ腹減ったからね。ちょっとね、やっぱコンビニもそろそろ飽きてきたなっていうことで、うん、はい、頼もっか、なんかデリバリーしちゃいますか。デリバリーしちゃいます。いやー、どうしよっかな。玉蘭でいいでしょ。玉蘭で、はい、玉蘭、むしろ玉蘭がいいっすね。なんでもいいの、もうもう、ほんと、フカヒレチャーハンとかもいいんじゃないですか。経費で落ちちゃう。絶対くれないよ。さすがパラレル、太っ腹みたいな。どうしよっかな。いきなしもう性病になったことありますかって。くらくなる。誰に聞いてんだこれ。適当に適当にじゃう。これで電話すか。つかここの住所がどうなんだろう。あ、そうだ、住所。ちょっと重いよ。あ、俺電話どれだろう。あ、俺電話番号どこ書いてんの。電話番号が書いてないという。いやー、どこだ。出前するから、はい、その間、つなぎで盛り上げて。じゃあ、物を、いや、飲みましょう。はい、いいですか。出前の番号わかんないんですか。トマジューで、トマジューで、はい。あ、でも最初は、あ、最初はビールですか。ビール、焼きちゃいます。なんか、じゃないですか、で。いや、ね、探してるんだよね。じゃあ、ちょっと、乾杯しますか。はい、そう、いやー、はい、じゃあ、ウェイ。どうだろう、うん、なんでこういうのってあんま番号書かないんだろうね。ほんとっすね。これネットでなんかあれするんですかね。ネットだと俺不安なんだよね。昔の人間だから。
ですよ、レオナ喋って。レオナと繋いでくんないと。いや、俺喋れないからね。いやいやいや、言っとくけど。いや、でも、ヒョウ柄イケメン誰って人も知ってます。何ですか。いや、もうヒョウ柄っつったらもう、あのパラレル、もうね、いないですよね。うん、パラレルが誇る、カリスマ、あ、違う、あれじゃないですか、カリスマ加藤隆。加藤隆、ライアイディ。流星くんですね、流星くんで。シャミオ、シャミオって、あ、あ、来ました。もしね、中国人新宿店ですよね、新宿店ですよね。なんか葵さんまでかな、こうやってなんか友達されて。新宿の曲なんですよね。あの、出前したいんですけど、あれ、あ、住所先言っちゃっていいですか。新宿区歌舞伎町1の今日あるなぁ、さん来ないっす。11の5、長谷川 BLDG BLDG ピンクの人、バカみたいぐらいの。そうよね、うん、1回で、チンジャオロースと単品で、で、豚肉チャーハンで、麻婆豆腐、麻婆豆腐もこれ適当に誰適当に頼んでるけど、単品でいい、ご飯、ああ、いいご飯つける、単品どっちでもいいですよ。ご飯じゃあ、ご飯つけ、ご飯つけで。うん、あと麻婆豆腐の時だけアホになるよ。意味がわからない。3つかないでしょ。3つかないでしょ。ホイコーロー弁当かなんか。右側2番目。おほら、あ、じゃあ、うん、ホイコーロー弁当。そうなんですよ、ピンク。パラレルが誇るね、カリスマ。加藤隆。チンジャオロース単品で。LINE もね、ここにあるんで。うん。うん。もう気になった人はね、LINE してくれれば。うん、そうそうそう。もうね、レオニャンの。で、はい、あれですね、流星くんは3部だったんですけど、はい、本当に1部とね、もうちょっと人数が足んなくなっちゃって、合同になっちゃってね、はい、そうスピーチアフター3部の回も、はい、もうなくなって1回も出てないですけど、ね、もうロマンのことしか考えない。でもな、何言ってるかあんま分かんなかったけどね。中国人ですよね、多分。普通に話しても、最初、はい、はいってあっち言ってるんだけど、はい、あと、なんだっけ、ホイコロ弁当か。友達のアイスあるっけ。あと、あと何。みたいな。こいつ、こいつ何なの。すごいっすよね、あれ。いや、じゃあ、ちょっとなんか葵さんもね、はい、一緒だったことだし、はい、なんかちょっとね、レオニャンを根掘り葉掘り聞きますか、なんかいろいろ。そのテンション上げるためにちょっと単純飲むわ。テンション上げたいんですよ。乾杯。ウェーイ。単麗、なんか普段瓶ビールしか飲まないですけど、単麗久しぶりに飲んだらめちゃめちゃスッキリして美味しいなって、意外にうまい。うまいですね。これもこれでいけるなみたいな。今日はね、幹部の回だけどやっぱね、加藤隆さんの、はい、恋愛事情聞きたいな。そうですね。やっぱりカリスマはどうなってんだろう。レオナっていつ童貞してたの。童貞ですか。童貞は中学3年生で、ね、うえー、同級生。同級生ですね。それから彼女。そうですね、はい、その時の。その時の彼女。なんで今ちょっと彼女じゃないの。いや、その時彼女ですね、その時の。やらしいわ。どこでしたので、その時したら彼女の家で、あら彼女の家で親子と 3P。 確かお母さんいたらちょっとできないですよね。なんか一番今まででスゴい場所やったみたいな、ここスゴいわみたいなありますよね。あー、ありますね。みんな言ってますもんね、これやっぱり、ね、これはね、ありますね。どこだったの。確か、あの
映画館でやったんですよ、一回。え映画館で、映画館でめっちゃ来てる。普通にそうじゃん。いや、本当、こう、あ、何でしたっけ、あの在位そうですね、はい、それずっとやりっぱですね。え、どういうこと、普通に見られない場合。いや、その時なんか見てた映画が人いなかったんですよ、全然。うわ、それでやっちゃいましたね。後ろの方の席で。そうですね。目を映してる人からだと見えるよね、上から。そうですよね。よね、よくよく思いますね、今考えると。いや、すごいわ。レオなんてめちゃめちゃ君にしそうだよね。確かにもう大好物ですみたいな。匂いすごい嗅ぎそうだよ、ね。超ド変態じゃないですか。なんか葵さんが来るとすぐもうほんと下ネタに来てるから。下ネタに興味ない人多分いないと思うよ、人類で。だけどもう開始ね、まだ10分20分ぐらいでもう、はい、もう今のこれはやばいやつだってみんなやらないのさ、やるじゃん。ただみんなのさ、はい、セックス事情気になるよ、ね、いやね、なかなか聞けないですよね、これはやっぱり。やっぱもうね、俺はもう普通だから、みんながどういうエッチをしてるかすごい気になる。あまよくば、なんか聞いてて興味あったのあったらやりたい。試してみたい。いや、でも葵さんが普通だったらもう世の中ね、存在しないでしょ。葵結構普通だもん、普通淡白だもんね。だってもう、早漏だから体位変えれないもん。正常位でいっぱいいっぱい。でも、葵さんの性感帯どこなんですか。俺アナル。普通じゃないよね。なかなか出てこないですよ。アナル舐められたことある？ないもんね。いやだからダメなんだよ。もう人生の半分以上はそうしてる。でもアナル舐められたことある？いや舐められたんじゃなくて突っ込まれたことあります。やばいよ。やっぱ違いますよ。カリスマ違う。どういう流れでそうなった？師匠、師匠って言うのでいい？師匠じゃん。誰、何を突っ込まれたの？いや、なんか、うん、なんでかわかんないですけど、いきなりなんか指突っ込まれて、そしたらなんか、変な子、喘ぎ声出ちゃって。でも、でも俺もあるわ。え？俺もあるわ。あ、言うよ。あのね、前立腺が気になった時があって。そう、ですね。そう、でも、前立腺で、なんか、触れなくても行く人がいるみたいな。あ、言うじゃん。だからここにね、そう、あれ、普通に行くよりも気持ちいいみたいな聞いたから、ある日言ったの。ちょ、指入れてみてくんない。すごいっすね。どこに見てからだから、ここにちょっとやばい。指入れてやばいでしょ。なんか、噂によると前立腺っていうのが、ものすごく気持ちいいらしいんだもん。それでよくやってくれましたね、あいつは。全然気持ちよくなくて、なんかもうそのフェタスされてる時に入れてもらったんだけど、泣いちゃって、はい、ああもう全然気持ちよくなくて、はい、そうだからもう頭の中心配ばっかで、相手の指にうんこついてる。そればっかりが心配で。当時 その彼女なんだけど、はい、もうその2日ぐらいはその子と手つなげたくなかったもんね。きったれ、きったれ、この肛門に入れた指で、お前自分がやらせたくせに。まあ微妙、あれなんかね、人見るらしいね。なんか人見る、なんかもう、だからもうそれだけで行く人もいれば、はい、それされながらしこられていく人もいれば、全く感じない人もいる。レオニャンは感じたんすかね、はい、いや、感じちゃったんすね。激しく感じちゃいますね。やばいでしょ。流星君はさすがにないですもんね。いや俺はやられたことないですね。やりたくないですね。いやもうどんだけ好奇心旺盛なんだよ。探求心やばいでしょ、おじさんっていう。俺の前自分から頼んだって。いろいろなんか試したくなんない。なんかもうそのさ、でも学生の時が一番好奇心旺盛だよね、エッチって。まあその時っていろいろ試したくなんない。まあそうっすね、なんか、だってもう全部わかんないわけじゃないですか、学生の頃は。無駄にさ、そんな気持ちよくなくても体位いろいろ変えてなかった。なんか他の人がこういうのやったわって言ったら、なんか自分もちょっとやってみたくなる。あれが飽きちゃうんだよね、でもすぐ俺。その時にハマってても
でも言葉攻めすんごい流行ってたっていう自分の中でそう、ド S ぶってでも半年ぐらい泣きちゃったで、目隠しとかその手錠とかやった時もまたすぐ半年ぐらい飽きちゃって結局アナル舐められるの一番気持ちよかった結局あれですもんね、だって言葉攻めとかあの手錠とかなんとかっていうのは結局サービスですもんね、そうだよね、相手タイプ奉仕ですもんね。で最初俺もともとすごいド S だと思ったアナル舐められるまでやっぱやられたい側だなみたいな乳首は触られたことあるでしょ。乳首はありますけどね、でも触られるの好きじゃないんで、なんかそうなの、なんかくすぐったくないですか、うん、普通になんかやめてって感じで俺エビ剃りしちゃうよこう触られたろゆうせいくんは、あれですか、なんすか、俺の性癖ですか、性癖聞きたいね全然ゆうせいくんはそれ話、こういうのに限って隠されてるよ、なんか俺でもむつりじゃないですよ、なんかそういう下ネタ振られた時は全然喋るんですけど、でも今までで一番なんかすごい場所、過激な場所っていうのは畑ですよね、映画館の後々畑かかしだったのかかしだったのかかしじゃない畑あったっす、だって田舎じゃないですか、地元、まあね、地元が田舎なんで、あの土地はあるんですよあだからあれですよ、他人の畑じゃないですよ、他人の畑じゃないですよ、自分の畑で土地があるから、まあ、ある程度、まあ、外になるけどで、彼女にあの人参突っ込んだりいや、違うですそれ無理ですねいいの、惚れたわいや、常識のこの野菜ダメだな俺のチンコよりでけえじゃん若気の怒りがありましたね、かなり昔ですよ、もう流星くんは巻き込まないでみんな巻き込みますねえ、ね、いやでも映画館は超えらんないですよね、今までで一番すごいような気がするんですよ、映画館って、うん、普通に開放された空間で他の人がいてやるってすごくないですかすごいよね思わなかった 見られるっていうなんかそういうなんかちょっと恥ずかしいと思いましたね恥ずかしかったですけど、でも興奮しましたねだからやっぱこういうのって聞かなきゃ分かんないじゃんみんながみんな結構さこの世界普通だと思ったら結構普通じゃない人いっぱいそういうの聞いてくの根掘り葉掘り聞くのさそれは何ですか、そのレオニャンから主導でこうなんかこうイチャイチャしてそういう流れになったのか、もう彼女主導だったのかっていう、いや、彼女ですね。僕、映画で集中してたんですけど、ちょっとちょっかい出されて、ちょっと気持ちよくなっちゃって、そのまま、そのまま行っちゃったんですね。やっちゃったんですね。レオディアンって、M っすよね、多分。いやー、でも聞かない方が良かったっていうのもあるからね。毎回さ、その、アフターで居酒屋行った時に、あの、まあ、従業員何人か連れて、はい、で、その女の子と行った時に、その、性癖の話してて今までどういうのあるかみたいな、はい、だからその女の子があまりにも激しすぎちゃっていきなりうんこ食べれるっていういやみんながえみたいなみたいになってそれからね気まずくなったのかあんまり連絡来なくなった聞かなきゃよかったうんこ食べれるのはさすがにびっくりしたあれですね、多分その彼女の中では普通のことだったもんだからなんかなんかアナルの気持ちいいらしい感じるらしくて、うん、ああもうそう開発されちゃったよ、開発されちゃった、葵さん状態みたいな、でもさ結構食べれる開発ってあるの最初はなんか塩コショウしたりしてさまずこれからみたいな、いやどっからも嫌だわ、最初からハードル高すぎる最初ちょっとねチョコレートを混ぜてちょっと食べるぐらいから恐ろしいよ、うんこってもう何、うん、アナルとか調教できるじゃん、でいろんなド M に調教したりとか調教できるじゃんスカトルってどうやって調教するの最初からハードすぎない、あれ調教とかないよね、ないっすよね、もう生まれた時から好きだよねあれ食べれる人は前世がハエだったのかみたいなお前の母ちゃん銀歯やかっていやいやいや、ね、とか言ってね視聴者の中にもいるかもしんないから、すいません、俺は食えません。
し炒めて、もやし炒めて食った。一回うんこともやし炒め食って食ったけど結構うまい。嫌だよね。これはね、これは絶対レイさん。そんなわけない。何のスーパースター。何どういうこと？誰？誰のことっすかまず。わかんない。レオナって男とやったことありそうだよね。いや男はさすがにないですね。だって男行っちゃうと指入れられるの好きでしょ。まあ指はいいですね。いや恥ずかしめ受けるのが好きなんでしょ。いやそういうわけじゃないですけど入れるより指入れられた方が多分気持ちいいなって気づいちゃったんですね。何回何回入れられたことあるの。指っすか。もう毎回だよ。もう毎回もう毎回入れてもらわないとちょっと気が済まなくなる。そん時の彼女超汚いじゃん。え、でもさすがにやっぱ嫌でしたね。最初入れられた時僕もさやっぱ触りたくなかったですもん。手は手触りたくなくてがっつり洗ってもらわないと嫌でしたけど今じゃもう全然平気ですね。もう今じゃ全然触れますよね。これで指入れた時にこうやって舐めてみたいなのができたら舐めれる。あ、舐めそれは舐めそれはこう嫌ですよ。嫌ですよね。それ嫌ですよ。できます。俺らは指入れられんの嫌だっつって。指入れられたいっつってのお前だけだよ。え、舐めじゃあ舐められたそのベロでチューできます。チンコはい、アナルですね。俺できる。本当ですか。俺だってまあ今までの彼女のみんなそうだけどこのアナルを舐められてからの俺は、はい、エッチする前、まあ、シャワー浴びるじゃん、はい、アナル一番最初に洗うもん。もう舐められる前提で。アナルアナル言ってるから噛みそうになっちゃう。洗うってアナルっていう。アナルを一番最初に洗うっていう。もうね、一番念入りに。もうで言わない、やっぱあんま言わない、自分から言わないけど、もしかしたらこういうシチュエーションになるかもっていうふうに、はい、もしかしたら舐めてくれるかも。そうそう、それを思いつつ、一番洗う。してやっぱ大事ですもんね。とりあえずもう舐められることを視野を広く大きな男になりたい。視野を広く選択肢がねいろいろある中アナルもあるんじゃないかと。俺の視野ここだけだよ。ここしか見てないからもう。ライトだってもう普通に10分以上もずっとアナルもある。寝ても覚めてもアナルだけ。流星くんのね、なんすか、ほら、俺のなんすか、性癖でも流星この前うんこ食べるの好きっつってた。そういう風にして言ったことないから。一回も本当に無理ですよ、それはさすがに。でも性癖ないっすよ、俺多分。だタンパクですね。書かれることはタンパクですね、うん、なんかこういうのやってみたみたいな。あ、試しでみたいな。試しっすか。すごいこと。いやー、なんだろうな、もう正直な話、やること好きっすか今。エッチ、はい、エッチは別に好きじゃない。でも一人でやるのは俺嫌いなんです。一人でやるのは俺大好き。これは俺もう何年もやってないですよ、一人でやるの。今日も俺2回してきたし。そこはなんか、虚しくなるじゃないですか。やっぱ、なんですか。やってくれる相手いないから。いや、もうアナル舐めてくれないセックスじゃないもん。アナルが本番みたいな。入れてるのはもうサッカーメインじゃないから。アナル舐めてるの本番。前儀みたいな。入れてんの前儀だよ。すごいわ。性癖ないんじゃないですか俺。なんか飽きちゃった。あら、おかしいです。前がちょっと来た。お金が、お金あ、足んないじゃん。全然。じゃあ、あと洗っとくから、あとでルナさんに請求しとくわ。ね、いやでもね、なんかちょっと、はい、気のせいかもしんないですけど、はい、葵さんが座ってたから、すごいめっちゃ沈むみたいな。葵さん壊したみたいな。ちょっとね、変な、もうずっともうレオナくん、マモン、クマモンは、あ、レオナ、クマモンは
熊本もやったことあるの？いや、熊本もないですよ、うん、コメント拾って、うん、出前歌ね、性癖とか。いやでもなんか、はい、すごいずっと性癖とかなんかそういう下ネタの話してるから、そうそうなんかね変えたくない、変えたくないですか？これあんま合わせますけどなんかね、だってレオニャンで普通に言ってるけど、みんな知らないでしょ、レオニャンの。知らない、全然幹部じゃないんでねレオニャン、ほら、じゃあちょっと、あ、CM 行っちゃいますか。はい、CM どうぞどうぞして1ヶ月、ホスト未経験入店1ヶ月目の俺がナンバーワン、金も女も全てを手に入れる。これからこの歌舞伎町で一番のホストに。なりる。携帯、スーツ、住居、全て完備。 BS グループ。自分を変えたい全ての人、フェイクはいいよ。パール楽しい、ルービックキューブ楽しい、薄いじり楽しい。次は終了。うわー、マジ終わった。うまい。やっぱ曲なんだわもうこんなもんなの忘れちゃうもんこれ店名とか出していいのかよくわかんない宣伝になるから、うん、みんなも歌舞伎行ったらぜひ曲なんやっつって。これ前の企画と一緒で、うん、マック早食い対決とか、うん、おにぎり早食い対決と思ってくれていいです。はい、今早食いしてます。早食い、はい、めちゃめちゃやばいわ。うまい、うまい。この麻婆豆腐めっちゃ辛くないですか？あ、ヨウちゃん辛いの嫌いなんですか？いや、辛いの好きですけど、ちょっと辛い、はい、結構辛いですよ。あ、これ早食い対決です。はい、今早食いしてます。負けた人が一発芸です。辛いね、結構辛いですよね、これ。うまい。ゆうせく、早食いなのに。いや、余裕ですよ。お箸で食べていいの？チャーハン、レンゲじゃないの？チャーハン、お箸で食べてるの？どうすよ、買えますか？チャーハン、レンゲじゃないの？そうっすね、1個しかないから。あ、2個あったのか。うまいわ。放送事故みたいになってます。大丈夫ですか？レオニャンはどこ出身なんですか？わ、埼玉ですね。あら、え、リュウセイ君は？俺、千葉です。千葉、あら、葵さんも千葉。千葉、千葉、ね、これ地元一緒なんだよ、リュウセイと俺。あ、そうなんですか？あ、じゃあもう学生時代か。いや、違うでしょ。違うでしょ。違うでしょ。パラレル入って知ったんだよね、地元一緒って。もう結構近いだから、関わり違うっていうか、もう町が一緒、中学校隣だもん。やばいですね。いや、合ってるかもしれないですね。もしかしたらすぐ違ってるかもしれないですね。だって、あれですよね、年もそんなに1個、今年27、今年7、俺今年9。いや、後半は9。
1年になるってことは、まあ、学年は、ね、学年が被るから、そうだね、ぶっちゃけ合ってるかもしれない。確かに、うん、あのさ、あれでしょ、ドヤンキーだったんでしょ、別にレオナがだってもう喧嘩で歯がないらしいから、うん、レオニャンってヤンキーでしょ。いや、ヤンキーじゃないですよ、全然。今は実は喧嘩めちゃめちゃ強いんでしょ。いや、強くないですよ。え、なんか今だから言うなんかもう悪事みたいな、うん、あ、ありますよ。え、何、まあ、悪いこと、一番悪いこと何した。一番ですか。はい、一番どレイプ。いや、いや、いや、そうそうです。レイプはないでしょ、さすがに。いや、多分それよりもっと悪いですね。マジで？殺し？いや、これ、いや、レオナ何人殺したことあるの。いや、殺したことはない。殺しはないですよ、さすがに。一番本当に悪か、悪くやったのは強盗致傷。え？で、それただのカツアゲでしょ。いや、そう、でも本当、カツアゲだけですよ、本当。それでただついちゃっただけなんで。ただのカツアゲって、もうなんか、ほら、流星君って自分はもう普通の真人間だから、ただのカツアゲっていう、真人間なんですよ。カツアゲもよりも、ただのカツアゲっていう概念がないから、びっくりしちゃったけど。ほんま人間ただのカツアゲって、いやもう、カツアゲが違ったんですもん、なんか。ちょっと、葵さんには聞けないわ。聞いたらなんかすごいこと言いそうですもん。もう放送できないわ。夏希は何よく何で捕まってたの。捕まったことないですからね、冒頭。やばいでしょ、そんな店通いたくないですよね。大半が逮捕歴ある店なんで。趣味は冒頭です。だからもうホストなんてしないで、そっちで稼いでますよ。え、レオニアはそのカツアゲ以外にもいろいろやったことあるの。いや、ないですね。ないでしょ。うん、レオニアカツアゲにもあったことはなかった。あ、ありますよ、あります。あの、なんかカツアゲにあってどうした。え、お金渡しました。お金渡しました。ないよね、今までのスケが回ってきたんだよ。需要がやることとは思えない。え、なんか朝新宿いたらみたいな。あります。あ、全然新宿とかありますね。中学生ぐらいに絡まれたんでしょ。そうですね、中学生ぐらいの感じの。中学生に絡まれた。いや、中学生かは分かんないですけど、中学生ぐらいの人に絡まれても普通お金渡さないの。とりあえずもうなんか確かにビンタするよね。しないですよ。あ、うまっ。しかもあれですよね、朝結構人いるところでカツアゲ。そうですね、普通に別に助けてーって言わないですよ。なんでそこを。いや、ちょっとすぐお金渡すっていう。いや、もうちょっとパニックってますよね。自分もまだカツアゲに会うなんて思わなかったんで。周りの人も何かの取引だと思った。これで例の、これで例の物件だな。歯がない、歯がないのもあれでしょ、喧嘩でしょ。パーンって殴られたんでしょ、中学生に。いつからないんですか、これ。いや、でもこの店ほんと、前の店辞めて、この店来る、退入来る前時か、ぐらいですかね。あ、結構最近なんですね。うん、なんか入れない。いや、入れようと思ってるんですけど、いや、もう作ってあるんですけど、ちょっと金銭面の問題で。貯金あるやん。いや、貯金おろせないです。最初定期にしてて、おろせなかった。学生の時に買わなくなったんじゃない。じゃないですよ、学生の時になくならないですよ。怖いですよ、学生でなくなったら。いや、最初レオニアン見た時、びっくりしたもんね。
ベイクだった歯ない、うん、でも最初すごいヤバくて大変の時も薬中かごとくもうフラフラしてましたもんねあの時はもうみんなで言ってました初回の初回だ初回のタクついて1対1で寝てたからねやばいっすよね席で寝ること自体ありえないのにさ相当眠かったなあ、今ヘルプ椅子で寝てんだよしかも初回のお客さんでついて1分ぐらい寝てたもうだって普通に全然違う関係ない客だったのに隣だから壁の仕切り見てうわやばいやばいってずっとお客さんとあの時いろんなお客さんがあの人、あの子やばいあの子やばい寝てるよみたいな騒然となりましたもんねあれは伝説がねでもねやばくないっすか入るのやばくないっすかってもうずっとレイさん言ってたんですもんやめましょうよっつってそしたら意外と普通だったっていうむしろねもうレオニャンといえばあのお仏壇お仏壇ギャグ100連発あそっかレオニャンあれっすよね携帯止まってんやんすかいや止まってないっす携帯あるんですかあるあるあるなんで携帯を持ち歩かないの？いや、あるけど、あるけど、でも持ち歩かないの携帯あんま持ち歩かないですね家でも使わないですもん、全然ホストじゃないじゃん全く使わないですねだレオニャン、携帯ないと思ってたからなんでここに LINE の ID 載ってんだろうと思ってそしたら意外とやはりあの、お客さんと連絡取らないのいや、全くないです。もう家で帰って、寝ちゃう、すぐ寝て起きて、トイレ行って、トイレ行ってそれでお風呂入ってそのままバーって行っちゃうんで何のためにホスト始めたのああ何のため理由あ理由ですか理由聞かれると理由聞かれて困りますなんか他じゃ働けなかったはい他じゃ働けなかったいや他はそれはないですよはいでもあれじゃないの自分の店出したいからお金貯めるためとかでそうですね止まんなくね携帯使ってねえんだもんいや一応ちょこちょこ他にもやってるんで、うん、レオニャンだけっすからね完全自由出品ってレオニャンだけっすからみんなから愛されてるんですよね冒頭中のコメント無視しながらニコ玉も緩くなったなって感じでニコ玉ってニコ玉ってか俺なんか緩くなったのそうっすね、うん、じゃあ飯食うっていうか別にこれ早食い対決だから企画だからちなみに葵さんは食べ終わりましたまあ俺ご飯ないからその弁当として頼まなかったチャーハン多いですけどこれ後で食うわ俺が甘いですか、うん、それもう俺も食べたくて頼んだやつだからうまいっすね、まあ、前回も前々回もあったもんねこの企画はね他に掛け持ちしてんのよ、はい、俺らにははい何してんの ラーメン屋ですねラーメン屋はい出なくて平気だなラーメン屋中断いや出ても毎日出てますえそれで待って待って一体何時から何時までやってんのいや朝と夜あるんですけどその出るあれが変わるんですよね毎日シフト制で、そうですね、だって毎日ってさで、今日さ、寝てたよね今日寝て爆れちゃったんですねあ、寝てたマジでいや僕も起きてびっくりしましたね毎日って時点でおかしいなと思って今日店で寝ててそのまま出勤してるからいや今日出れないやん出てないやんめっちゃビビったんですね起きていや、爆れてもあんま言われたら何回も爆れてる人だっていや、今日初めてですねえ毎日出てる毎日明らかに出てない時あったじゃんいや出てます毎日一部三部出ていつ出てんのっていうあその時はまだその時はまだあれバイトだったんですよじゃあ出てない時あるって言えばよかったじゃんあ出てあそういうことはあるんですねえ今は社員なのもうほぼ社員ですね社員になってバックレたのやばいでしょ社員になった瞬間も固定給だからみたいないや本当社員になりたくなかったんですけどなんかえ、電話かかってきた店からいやビビりますねマジでいやもうかかってきたのもういや普通に謝るあ電話したわもうもう何も言わなかったですね必要とされてる
ません、寝坊しました、寝坊しましたって起きたのは今さっきですって。うちラーメン、ラーメン屋と掛け持ちしてんの多くない？多いですね。多いよね、うん、みんなラーメン屋になりたい、これなんでホストになるの？わかんないです、会計引き、うん、しかもあのもう一人のラーメン屋が、うん、なんか働いてるところめちゃめちゃまずいらしいのその働いてる本人が言ってたんだから、うん、うちのラーメン屋めっちゃまずいんですよみたいな、なんか言ってましたね、あのなんかその変なメニューをいつも考えてそれが外れるみたいなもうできたばっかでもう潰れそうらしいでもなんすかね、味見すれば別に普通に料理ってまあ、ぼちぼちそんなまずいのないですよ。ないですねあんままずいとこってあんまないもんねだからその店出した人の味覚がおかしいじゃん昨日なんか初めてあのラーメン二郎行ったんですよ、みんなで、はい、何人かで行って、なんか誰だっけかな、誰かなんかラーメン二郎めっちゃうまいんすよって言ってくるから、いやラーメン二郎ってまずいって言うじゃないですか、1回目我慢してみたいな、うん、2、3回我慢すると美味しくなるみたいな、なんで我慢するのと思って確かにM なのと思って普通に、だからもう全然そんなの食べたくないわと思って行かなかったんですけど、みんなで行くって長いだったから、うん、で、行ったら別にそんな言うほどゲロゲロって感じではなかったんですよ、普通、普通みたいな、おい別に美味しくはないけどもやしたっぷりすぎだよね。もやしやばいっすね。行ったことあります？俺一回ありますね。え、もう結構好きですか？いや別にあのその1回しかないまあ別にそんな言うほどみんなが言うほどまずくはない。てかね、俺不衛生なとこ行きたくないの、うん、まずしかもなんかあ、そう、超汚いじゃん、ね、しかもなんかあれにはまりたくないっすよね。逆になんか3回行って薬入ってそうじゃない？薬入ってるって言うよね中毒性になるみたいなこれ放送中ですから営業妨害、営業妨害やばい、訴えられちゃう。汚いとこ行きたくないからあそこよくあのネズミ出るらしいから、えぇ、ー、虫とか入ってたら嫌だもん俺。だってゴキブリの卵とかラーメンの中入ってたらどうするの？えぇ、ー、それはないでしょ。めっちゃ嫌っすね。でもちょっとでも可能性、そういう可能性があるとこ行きたくないから、うん、ほんと超綺麗にしてるとこじゃない。前なんかあれあったじゃないですか、あやくんと3人でドンびっくり、あ、某ハンバーグ店、某ハンバーグ店今もう今びっくりしてたじゃん、もうなんかもう高かったね。これはもうね、行ってられかなそのハンバーグ店に行ったらね、あやくんのには特製のなんかね入ってたよね、うん、まあ入ってたまあ、ピーゲチリチリした毛が入ってた、しびれた、すごい、あれすごい天パをしたのかなみたいな。でもあんな天パになることないよあんなチリチリ、焼かれたのかなやばかったっすよね、あれはすごかった。ちょっと食べてみて、はい、みんな辛い辛い言うから、うまい、全然食えるわこれ。うまっ、あーうまい、うまいっすね、チャーハン。なんかそれでね、まあ変えてくれたんすけどね。でもあれ以来ちょっとなんか自分もちょっとあれと思って、なんかそこでなんかもういろいろ考えるじゃないですか、そういうの入ってると。あれ、ここの厨房の人たちもしかしてトイレ行ってみたいな、ああもう普通に手洗わずそのままやってんのかなみたいな、調理してんのかなとか、うん、いろいろ勘ぐっちゃうどこでもその可能性あるのかもしれないですけど、あれはすごかった。お金返してもらってもいいぐらいレベルですね。あやくん優しいからそのまま代わりの普通に食べたっていうねもしくはね、その店員さんがホストになんか思念があって、ちょこ入れたのかもしれない。やばかったわ。しかも、あれなんかあやくん食べる前に気づいたんだね。あれ食べてる途中に気づいたら超嫌じゃないですか。うん、なんかシチューみたいなやつだったんですね、はい。スープみたいなやつだったから、もう食べてる途中にやったらもう一緒に煮込まれてるみたいな。その俺の隣にあや座ってて、あやがレンゲでレンゲみたいなスプーンでこうなんか見てたのか。食べないのって言ったらなんかチリチリしたけど。
これやばいやつ、やばいやばいやつと思って。すごいですね。いやーすごいわ。いやどこまでだったら許します？なんか耐えるのに、なんかちょっとした毛が入ってたりとか。いやチンゲはマジで、チンゲはもう、チンゲはもうないとして、マンゲなら平気。わかんないよ、わかんないよ、わもしかしたらわかんないですよ。あやくんのってめちゃめちゃ綺麗なあやくんのマンゲかもしんないけど、ほんとね、もう俺あそこの毛自体嫌いだから、パイパン好きだから、あそこの毛自体も生えてる子みんな汚いと思う。あ、清潔にしろよみたいな、しろよみたいな。だってさ、こう女の子でこうお風呂中こうやって剃るでしょ、剃って、うん、で剃って、で足とかも全部剃るでしょ、腕剃って脇剃って足剃ってまあ残しときゃいっかみたいな、まあ、その意味が分かんない。全部剃んだったら剃れよ。そこだけ残すみたいな。男からしたら一番剃ってほしいのかな。汚ねえの。最低呼ばれされてる。みんなが思ってることを代表としていただけたら。なんてやばいよ。ちっちゃい虫とかよくあるとかだろ。超そんなよくちっちゃい虫入ってるの。でもなんかちっちゃい虫ぐらいやったら自分言わないですけど、ピッてついたらもうそれよけってなんか言うのめんどくさくて思わん、普通に。そう、俺無理だわ。なんかもう一緒にいる人が言ってほしそうだったら、うん、それ言いますよ、ちょっと入ってる。ちっちゃい虫ぐらいだったら別にかき合わせて食べちゃいます。レオナはもう、レオナは虫でもそのまま食うでしょ。いや食わないですよ。でも一回やりましたよ僕。ラーメンどこだっけな、どっかのラーメン食べに行った時にゴキブリが入ってたんですよ。それはやばい。しかも最初分かんなくて食べてたんですよラーメン。食べてでスープ飲もうかなと思ってレンゲで作ったらゴキブリが出てきて、うわ食べちゃったと思って最悪と思ってその後すいません店員さん呼んで、そのちょっとすいませんゴキブリ入ってたんですけど、うまいね。お金だけちょっとタダにしてもらっていいですか。タダのことでも金もらえるよ。すいません損害賠償ですよね。ね、言ったでしょ。だからそのまあジローとは言えないけど衛生面がね、衛生面があれなところは入ってる。そうですね、入ってますね。そこも汚かったんで。逆にあれですもんね、あの普通にゴキブリ入りのラーメンをいくら食べれるかって話じゃないですか。いや別に3万出されても食べたくないから絶対食べたくないから。言ったら3万は払っとしいな。歯入れてくれるって言ったら食べるでしょ。食べますよ。いや、あ、あ、それでも嫌ですね。だってゴキブリ生命力強いから死んじゃいますもん、僕が。僕死んじゃいますもん、逆に。大丈夫。食べないでしょ。え、つか、実際歯っていくらなの、逆に。安いやつでも入れれば。あ、そうですね。すごい渋ってるけど、歯はいくらなの。3万ぐらい。3万。え、1本何本ないの。ここが最近なんかあれですね、欠けてたらしくて気づかなくて。昔の古傷がね。ここですね。こうなんかこうそこだけでも2本ないもんね。そうですね。だから6万ぐらい、6万ぐらい、6、7万ぐらいじゃないですか。全然やろうよ。やりますね、行きたいですね、使う、ね、いや、だってね、アンケート取りたいもんね。なんか歯が抜けてるホスト、歯が抜けてるどっちがいいですか。入れ歯か、あのボクサーがこうはめてるやつ。ありますね。それ、そのままだってそのままでいないでしょ。慣れちゃったの。いや、慣れないですね。なんか変、嫌ですもん、やっぱりね、そろそろ CM なんで、 CM どうぞ。自分で買いかけてんじゃねえのか。開かないドアない。売り上げ上げるための全てがここにある。考えてる時間がもったいない。お前の気持ち一つだ。じゃあどこで働くの。エースコレでしょ。さあエースコレーションで働こう。ワンドリンクフォートモロー。いっぱい飲んだ次の日って冴えないよね。せっかくの可愛い顔が台無しだよ。余分を内側から取らなきゃ。飲んでも綺麗を守る。飲むならセキュリティフィールベター。
キブリゴキブリゴキブリと歯、うん、まあでももうあと10分とかですかね。10分もないですかね。ちょっと告知でもしますか。もうなかった。意外ともうゴキブリとかなんか変な、うん、本当だ身のない話でずっとなんとね、あさって日曜日、パラレル感謝デーでもないですけど、ビールカロリー飲み放題イベントなんで、イエーイ、飲み放題1万円です。1万円なんで、タックス込みで1万円、セットとか全部込み込みで1時間1万円それでもうビールと瓶ビール、缶ビール、あとカロリー全種類、あとは強月と割物もかな、飲み放題、うん、あ、そうなんですか、割物もありですか、そうなんですよ、全部飲み放題、もう超お得なんでね、普段だったらもうセットとあれだけでもう普通に1万超えたりするんで、遅い時間だと復帰しないって言われちゃいましたよ、復帰しない子は、いいよ来て欲しかったらコメント読めよコメント読んでも、うん、ねコメント読む番組でもないからねもうほんとね、まあ、あれですよね、交換制なんで、2本出しぐらいで交換制なんで、そんなバンバン飲ませる感じのイベントではないですけど、でもまあ普通に、まあ、飲みたい人はいっぱい飲めるみたいな、いっぱい飲めるしみたいな、まあそのヘルプの人とかにも気使わなくていいかなみたいな、結構いいイベントじゃないかな、そうですね、まあ、前回も先月もやってね、先月めちゃめちゃ盛り上がりましたからねそうだね、キャストから潰れるからやめようよ結局今月もやるっていう、いやもうお客様第一主義なんで、パラレルは従業員の感想なんて知らないですなんでトマトジュースを飲もうかなもうそんな買ったいや、これは店のやっぱりね、感動をいたわらないと、年かなと、あとは20何日でしたっけ、まだ結構先ですけど、23でしたっけ、いや、20日20日ですね、20日でしたっけ、神谷さん、バースデーイベントがあるんで、そうそう、皆さんね、神谷さん好きでしょう、神谷さんのこと最近ニコ生サボってますけどね、あらもう告知、ニコ生の趣旨分かってない、ニコ生から消えてやばいよねあとはまあないですね、ニコ生大好きだねね、タミヤさん何歳なんですかね、まあ、永遠の18歳とかリアルバースではね、もうちょっと過ぎたんですかね、過ぎたんですよね、確か、あ、そうなの、あ、そうだね、あ、そうだね、最初だったもんね、最初だったんで、まあね、その時にちょっと祝えなかったんで、自分もね全然知らなかったっていうね白状者だったんで、ちょっとその日何もなかったもんね、何もなかった、サプライズでなんかあんだけどね、うちの従業員があのバースデーだとサプライズでなんかいろいろやるんですよね、うん、だけど、もう神谷さんだからもう情報が続きやからサプライズできないってことで、あえて何もしなかったっていうでもなんかあれですよね、自分の時何もされなかったらちょっとえみたいなあれ今日絶対来るだろうって思いながら待ってて怖かったらちょっと寂しいあれしなかったんだよ。レオニャンは誕生日いつなんですか。僕まだですね、9月ですね。9月か、はい、9月にはね、うん、レオナファイナルアントあファイナルだよそうとファイナルになります、青いおこってなるえ、おこ青いおこって何を怒ったんすかあ、俺アンチの米は全部スルーしてるお金使ってから言って急にどうした何言われたんすか、あ、分かんない青いおこってだったからいや、ちょっとね、最後にあの
レオニャンのね、みんな待ち望んでたかなって思う。やっぱレオニャンといえばギャグなんで、一発ギャグ最後に、うん、もうなやらないのってみんな思ってんじゃないかな。やっぱ最後やってもらえますか。いやなんかせっかくだから、え、中腰になんないとまずいですか。なんかいい感じで、はい、もう逆に全然顔見えないっていうのもありじゃないかな、まあはい。なんじゃいいよ、ね、それいいか、はい、はい、こんにゃく畑でかさぶた取れた。はい、はい、すいません、はい、すいません、はい、なんでそれを選んだの。いろいろあるな。あ、もう1分前、1分前、最後にもう一回なんかおめえ返上、おめえ返上、いや、もう一発。いや、なんかレオニャンがつまんないやつって思われたくないから、これもね、やっぱりもうないや、時間、あと30秒ぐらい、はい、はい、じゃあ一番、もう一番取る場合なので、はい、お仏壇の外側。はい、さすがだわ、レオニャンね、まあ、はい、終わりかな、はい、終わりなんで、なんかいつもやってる初回とかの料金とか、このニコ生を見てくれたらいくらにしますか、大井さん。あ、もう10円で10円ですか。10円で10円で持ってください。じゃあね。全日本ホスト歌がうまい王座決定戦、全国1万人の在籍ホストからたった一人選ぶ今大会で本格的アーティストデビューするのは一体誰なのか。参加資格はホストであることのみ。現在参加者募集中。ナイトチューブはあなたの夢を応援します。チケットお問い合わせはニコナイトアットナイトチューブ .net まで。踊っている感覚に投げかけるすべもなく、たまり込んだことに疲れ、何回目の錯覚だ、笑っていたろう先まで伝え込んだ仮面をやめ、ラクダに紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なほど溺れているんだよ、息もせずに。壊れてゆくこの街で僕らは無力だ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。